今日体操着忘れてったでしょう。お姉ちゃんが持ってきてあげましたよ。1年の教室には来んなって言ったのことね。あらあら、ずいぶんな物言いね。いいから早く帰れよ。お姉ちゃん寂しいな。文芸部の皆さん、エイジがお世話になってます。エイジの姉の大月琴です。あ、さてはエイジのためだな。もういじらしいんだから。ちょっと一回話させて。ななこちゃん、ななことことねえだ。トレーニング。いやー、今のがナイフを持った人間の首を折る動きね。琴さん可愛いしスタイルいいし、その気になったら選び放題でしょう。あらあら、部長さんってば、急に激エロじゃない。別にエロくはないでしょ。なんで。私は年上だからよ。じゃあなんて呼べばいいんだよ。じゃあ琴お姉さんって呼びなさい。琴姉。まあそれでいいよ。エイジ聞いたよ。遊園地に行くんだって。いいな。お姉ちゃんも行っていい。あ、でも私がいたらお邪魔かな。ななこちゃんとイチャつけないもんね。あらあら、眼福。琴姉も占ってもらいに来てたのか。そうなの。私手相が変わってるから見てほしくてね。ほら見て、私の生命線長くない。それよりもメモが気になりすぎ。ななこちゃん、これはね。何をしててんだことね。次の方、私の代わりにどうぞ。じゃあね。鮮やかに声